はい、始まりました。週の真ん中まんたけ TV でした。はい、ですよ。合ってますか？ですよ。はい、今日のご質問は、あ、ちょっと待って待って待って、もうじゃあちょっと待って。すいません。いやいや全然、謝らない謝らない。いや素敵やね。ありがとうございます。いやいや、え、受け入れる。いや、あの全然、あの、はい、週の真ん中まんたけ TV ですよ。カミカミやの、なんかありがとうございます。実感くるね。あの、結構グイグイくるね。はい、もーちゃんは、なんでここにいるの？ちょっと、うん、ナンパされて。いや、ナンパしたもんね。いや、全然、まさかほんまについていく。あの、ほら、ナンパって数打ち当たるって言うじゃないですか。1の1でした。100% 100% でした。いや、なかなかこの年になってナンパが成功すると思ってなかったけど、1の1で当たったんで、はい、今のところはね、イチローより僕、出力高いと思ってるんですよ。あ、そこは無視する。そっちは流す。いや、やりにくいわ。はい、今日もね、ももちゃん、はい、で、あの、まあ、あの、一応もうだいぶ言ってきたんですけど、ゆみちゃんが今ちょっと休養中の代打です。はい、代打でナンパしたら引っかかったんで、もう僕今本当にもう、あの、一の一なんで、はい、そこは無視かよ。だから、ちょっと食いついてくるタイミングがわからん。厄介な魚みたいですね。いや、捕まった。お願いします。はい、はい、ではコリコリン鳥川さんから。ややこしいな。コリコリン鳥川、ありがとうございます。はい、飛距離があまり出ない女性の場合、うん、番手間の飛距離の差が小さくなるので、うん、13本パターン除くフルセットでなくてもあまり困らないように思います。ユミ、うん、さんのクラブは何本でどんな番手を入れていますか？はい、またそのセッティングはたけしからアドバイスを受けたりしていますか？すいません。いや難しいな。じゃあ、ちなみにユミちゃんじゃん。ももさんはクラブは何本でどんな番手入れてますか？せっかくなら先聞いてもいいですか？はい、あの、今日はあのユミちゃんの代わりに、ももちゃんで、ね、はい、ただももちゃんね、あの、ユミちゃんよりだいぶ、だってある種一緒に出るあのハマレーより上手いよね。あ、そうですね。ハマレーも結構の腕前よ。あれ前見たけど、あ、ちょっとこういたらすぐちょっと調子乗りやけどな。はい、あ、もうすぐな、ちょっとビッグマスターとかあるけど、でも上手いなと思って。そう、全然勝つんやろ。はい、戦歴は今どれぐらいなの？ハマレオンに対して戦歴は、まあ、10回って1回ぐらいしか負けてないです。うん、10の1では俺のナンパよりはちょっと低いぐらいね。あー、そうですね。多分俺次のナンパしたら多分もう俺負けてる。じゃあ一緒ですね。はい、で、どんなセッティングは14本入ってるんですか？14本入ってます。あ、まあ、そうですね、やっぱ上手いですから。え、ドライバーはどれぐらい飛ぶの？190ぐらいしか飛ばないです。190ぐらい。でもやっぱセッティングはちゃんと14本入れてる。そうですね。逆に女性の、アマチュアの女性、多分この質問ってアマチュアの女性をイメージしてるんですけど、どう思います？こう、あの、13本いらないと思います？でも今後上手くなることを考えたら、多分全部のクラブは打ててる方がいいんじゃないかなって私は思います。なるほど、ね、なるほど。じゃあ、まあ、ここちょっと、まあ、あの、もーちゃんちょっと意見が変わってくるかもしれないですけど、一応僕の方のイメージですね。実際ちょっと難しい質問だと思うんですよ。だからこれ絶対とは言えんのですけど、まあ、女性は男性ほど飛距離が出ないと別に無理に14本入れる必要はないかなと思うんですね。だから大体考えたら、女性のスターターセットって大体ハーフセットが多いじゃないですか。それってもこの理由がまさにそうで、あの、当然男性よりも、あの、距離が出ないわけで、その割合的に10ヤードピッチとかじゃなくなるわけじゃないですか。だからそうなってきたら別に無理に14本入れなくても、まあ、あの、距離の階段はできるのかなと思うんですが、この質問ってあくまでも距離のあまり出ない女性は、まあ、番手間の飛距離が小さくなるのでって言ってますけど、別にクラブの役割って僕は飛距離のピッチを出すだけのものではないと思うんですね。まあ、例えば僕恥ずかしいんですけど、私が愛用してるのはやっぱバンカー専用ドルフゲッチ。僕バンカー下手なんですよ。あ、そうですね。だからバンカー用ドルフゲッチ、次パターは2本入れてる。だからもうね、本当お助けクラブのオンパレードなんですよ。実質ちゃんと使うピッチ間で入れるって本当11本とかなんですね。だから、あの、なんていうんですかね、14本のクラブセッティングって別に距離を出すためのだけのものじゃなくて、ここが自分が苦手っていうものに対してこのクラブを使おうとかっていうお助けクラブの役割も含めて14本っていうセッティングがあるので、本当に14本っていう僕区切りがなかったら、僕本当にあのウェッジなんか2度ピッチで入れたいです。細かく出したら本当に25本ぐらいで25本ぐらい本当に入れたいぐらいやった方が絶対スコア出ると思うんですよね。ただ、まあ、その、
なんていうんですか、ここまあちょっとここ女性の話になってますけど、とにかくまあピッチの感覚出すためだけじゃなくて、そのお助けクラブ的な要素も含めて入れておくっていうのは僕は大事だと思うんで、ただ僕これ女性の話って言ってますけど、男性にも無理に14本進めてないところがあって、フィッティングで特にそのまあこんなに言ったら失礼ですけど、まだ上達過程にいる方っていうのは逆に例えばスプーンとか変に入れとったら打てないじゃないですか。それやったらその5番ウッドとかユーティリティの21度とかっていう方にした方が、逆にその練習で中途半端に打てないクラブででも入っとったらコースではちょうどその距離でフラッとやったら打とうとするじゃないですか。確かに。で大体打つんですよ打たんかったらよかったと思うんやったら初めから抜いとった方がいいですよ。抜いとけばこっから例えばじゃあ残り210ヤードです、本当スプーンは届くかもしれないですけどないから、じゃあ5番ウッドで打つんやめてもう一つ下げたら次何ヤード残るねっていう逆算するじゃないですかの方が多分100切ったり90切ったりは早いと思うんですよね。ただそこから今度じゃあ85とか80を切りたいって時にもう1本追加する、だからそれが最終的にだからももちゃんみたいにうまいとこに行くことにクラブが増えていくっていうのが僕の理想だと思うんですね。だから100を切るっていう時に無理に14本は絶対いらないと思います。その方が逆にカップの方から計算する、後ろから計算することができると思うので、その方がそのゴルフ脳もつくかなと僕は思っているので、だからまあ、男性だろうが女性だろうが僕は14本を、絶対バックに入れとく必要はないと思いますし、むしろ本当に信頼できる、まあ、例えば10本なら10本ですね、手を入れとく方がスコアアップはやっぱ望めると思うので、まあ、僕はそのまあ、最終的に14かなと思います、そのレベルに合わせてだん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 増えていってっていう形でもいいかなと思っているので、まあ、その女性男性に限らず、だから一つ言うのはクラブっていうのは距離感のピッチを出すためだけに14本あるわけじゃないというのはやっぱ覚えててもらいたいですかね、はい、という感じでよろしいでしょうか。はい、はい、はい、ではコリコリン鳥川さんいかがでしたでしょうか。はい、それではまんたけ TV また来週、バイバイ。来週ももーちゃんかなどうやろうチャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。